はい、今回は、ブリーチ2回したウィークですね。ウィークに対して色入れました。で、この色はフラッシュピンクっていう色を入れました。で、1時間ぐらい置くとこれぐらい、まあ、濃く入ります。しっかり根元がいってます。で、まあ前髪のところはちょっと色変えてみたんですけど、この右側の方が、ミルクティーアッシュミルクティーっていうやつと、左の側の方が、シルバーですね。シルバー925っていう色を入れました。で、ブリーチに対して色入りやすいんですけど、おすすめはこっちのミルクティーの方が、まあ綺麗な、まあ優しい感じですね。優しい色味が入ったんですけど、こっちのシルバー925ですね。925のはちょっとだけなんですけど、緑がかった感じが入りましたんで、まあ黄色との組み合わせでね、ちょっと濁ってしまうかなって思いました。で、ブリーチ2回した色に対して、ピンク系ですね、フラッシュピンクっていうのが、まあいろいろピンクの中でもいろいろあったんですけど、ベビーピンクとかいろいろあるんですけど、フラッシュピンクが一番こう鮮やかな色が出やすいので、インパクトがあるかなと思いました。で、これ 20g のやつを買ったんですけど、この頭でソフトモヒカンですよね、これでちょうどでした。なので、ロングの方とかでしたらもっともっと多くいりますよね。 50g とか、まあ、60g ぐらいいりますね。で、やっぱりこの手のカラーはポイントカラーとかメッシュとかインナーカラーで使った方が、まあ、お得じゃないかなと思いました。今回はソフトモヒカン短めなんで色入れましたけど、まあ、こんな感じでブリーチ1回か2回した状態で入れると綺麗な、ね、色味が入りますので、やってみてください。まあ肌の方もね、これ染まりやすいんですけど、肌ついてもこれ取れますね。これ人形の場合はちょっとプラスチック製なんで色残ってしまいますけど、まあ拭いたら取れますけど、まあ人間の場合でしたらどちらかというと肌が、まあ、油ありますので、それが弾きますので色はこんなん取れます。なので家でやるときもやってみてください。フラッシュピンクでした。